というね、まあ、歌い手グループがあるんですけども、なんかね、もともとは5人体制だったんだけども6人体制になってね、新メンバーが3人入って新しく活動が始まるということで、今回その新メンバーを見ていこうかなと。まあ、宿題について分かんない方は下の概要欄にね、動画の URL 載っけとくんで、そっから見て見てもらえればなと。佐藤くんかなこれ。まあ、これは知ってるわな。まあ、佐藤くん元カノいるね、入るというか絶対一緒に約束。ああ、出た約束、雪村パクリ事件みたいなやつね。この動画出てるんで見てほしいんですけど、ここも新メンバーらしいわ。誰？ザクロちゃん？知り合いの歌い手さんで、おお、いきなり実写やん。毎回出るやん。皆さんはじめまして、ザクロと申します。おお。担当カラーは紫色です。紫。普段は歌ってみたを投稿したり、リタ君が紫だったからな、お話ししたりしています。歌うことがとても好きなので、お歌でみんなのことを虜にできたらいいなって思ってます。はい、声なんか、私の歌たくさん聞いてね。こんな声だったっけ、ザクロちゃん。なんかもうちょい低いイメージあったんだけど。まあ、ザクロちゃん分かんない方は YouTube でザクロって調べたら出てくるんですけども、歌ってみたの再生数がとんでもないエグい子なんですよ。レベチです。命に嫌われてる800万再生とか。これはやばい、これはやばい。うん、ああ、ディピアだ、ディピア。ホストやん。職業イケメンで出てくるやつやん。ババババババ。こんな声だった。お色。普段はゲーム実況や生放送。なんかイケボじゃない？活動してます。もうちょい声バカみたいな声じゃなかった？ここからまた新メンバーですね。おお、犬持ってんな。おお、ぬいぐるみ持ってんぞ。なんだこれ。ゆうくん誰？はい。知らんのやけど。おはよう。こんにちは。こんばんは。はじめまして。歌ってみたを投稿したり、配信でお話ししたりして活動しています。好きなタイプは好きなやつだ。グループの最年少として元気いっぱいに頑張って、どんどん成長して、みんなのことも元気にしていけたらなと思ってるので、はいはいはい、僕の成長そばで見守っててね。おお、グッときた、グッときた。これなんかあれですね、僕が以前晒したことある歌い手グループのメンバーらしいね。この子自体は悪いことしてないんだけど、この子と一緒に所属してたやつがやらかして、やらかした人と一緒にグループ組んでた子だね。ほとんどの人晒し尽くした。ポケモン図鑑でいうなんか151匹か、俺はコンプリートしてんのか。晒し図鑑コンプリートしてる？コンプリート。まあまあ、あいや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 、これはノーコメントです。これはもう知ってる方なんで、これはノーコメントで、あーもうノーコメントです。うん、でもやっぱ見てるんで全員。皆さんどうも、おはにー。はい、宿題赤色担当リーダーのセラです。はいね、これはもう普段はツイキャス、何も言えん、何もないっす。加工したり、うん、歌ったり踊ったり、はいはい、何でもできる天才です。はい、シナリオ、はいはい、ポストの準備は整いました。はい、あとは君が見てくれるだけ。はい、お姫様が作る物語、はい、見てみない？あーいやいやいやーい。彼は変なテンションになっている。彼は変なテンションになっている。最後新メンバーだね。これめっちゃ気になる。誰だろう？え、誰？誰だよ。誰だよ。誰だ？誰だこいつ。どこ向いてるんこれ。他メンバー証明なの、これどこ向いてるん。普段は YouTube に歌ってみたを投稿していて、うん、ツイキャスでも配信でしか聞けない魅力ある歌を届けてます。はい、宿題メンバー、そしてファンのみんなと大きなステージに行きたいです。一緒に行こうぜ。どこにだよ。彼はどこへ行くんだろう。彼はどこへ行くんだろう。宿題全メンバー集まるということで楽しみですね。今後どういう感じになるのか。なんか炎上ごとで取り上げないことを祈るばかり。佐藤とディフィアが年重ねることにホストにしか見えない。ビビってます、ビビってます。